はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。不動雄星です。さあ、本日なんですが、イラスト違いのスターダストドラゴンが、実装されまして、これめちゃくちゃかっこいいですよね。これね、エチガイパックが、実装されておりまして、この呼び起こされし奇跡の竜っていうこのパックですね。このパックで、ジャンクウォーリアとかスターダストドラゴンのエチガイがゲットできるんですけど、今回はこの一概のスターダストドラゴンを使いたくてデッキを組んできました。まあ以前もなんか似たようなデッキ紹介してるんですけど、船を優勢、演出ご利用しデッキと名付けまして、これね、以前ご紹介した時と、比較しまして、ものすごいね、演出が追加されております。ものすごい量の、これまず新しいスターダストドラゴンのこれ演出あるんですけど、これ以外にも赤き竜、ここに演出追加されておりますし、あとコズミック、クエサドラゴンにも演出が追加されてるんですね。だからなんかね、これ演出めちゃくちゃ連打できるんですよ。これにも演出ある、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 でこれにも演出あるということで、なんかその使ってると分かるんですけど、これ演出がめっちゃ連打できて、しかもなんか盤面めっちゃ優勢になるんだけど、すごい楽しいですね。はい、ということで、今日はアルティメット優勢ソリティア、不動式ソリティア見せていきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、一応いけそうな気がしますね。まあ、ちょっとハンドはまあ割と強い方なんじゃないかという話はありますけれども、まあ、とりあえず一旦勇者あるときは勇者からいきますか。このデッキ触るの久しぶりすぎて、ちょっと展開ミスってたらマジでちょっと恥ずかしいんだけどマジで久しぶりなんだよな。優勢シンクロデッキって本当にいろんな方あってね、なんかめちゃくちゃいろんな方があって、そのなんだ、いろんなモンスターが出せるし、ハンデス型とか、まあ、制圧型とか、まあ、いろいろあるんですよ。ドロー型とか、ライバリアン使ってねドローする型とかあるんですけど、基本的にはね、ハンデス型かドロー型が強いと言われているんですよ。個人、基本的には僕もそう思います、個人的には。ただやっぱり優勢デッキ使うんだったらかっこよくいきたいですよ。だから僕は今日は優勢のエースモンスターをもうひたすら並べていくというね、そういうデッキを久しぶりに持ってきましたんで、ちょっとそれをね、まあ、使っていこうと思ってまして、まあ、とりあえずこのグリフォンライダーを出しましょう。はい、でですね、これ一回バロネスをしましょう。はい、でこれで全ての誘発をケアしたということにします。で2枚重ねだけちょっとやめてほしいんだけど、でフルードバロネスを爆弾して、で、自分の墓地のレボリューションシンクロンの効果実施です。バルブ、レベル1となって特殊召喚、そしてレベル4の勇者トークンにレベル1のレボリューションシンクロンをチューニング。うおー、集いし願いがどうのこうの、ジャンクスピーダーシックの召喚効果発動。うわー、黙れエフェクトベーラー、うるせえ、黙れ。ちょマジでちょっと2枚ガスタだけほんとやめて、2枚ガスタだけほんとやめてほしい。ガチでちょっとマジでこのゲームをやめて、やめろ、よっしゃーしゃー。はい、すべてが通りました。はい、世界を終わらせます。不動式アルティメットソリティア、まあ、不動優勢というか、まあ、動きまくるか、まあ、誘導優勢まであるけど、これは不動優勢ではなく誘導優勢まである。で5、4、3、1で、スターダストシンクロンの効果を発動。スターダストシンクロンの効果によるスターダストカード1枚を手札に加えることができる。そして、レベル5の俺自身にレベル3のレボリューションシンクロンをチューニング。集いし願いが新たに輝く星となる。光さす道となれ、シンクロ召喚起動せよスターダストドラゴン。ちょ、新規ムービーバリかっこいいや。ちょ、新規ムービーちょ見た、みんな今バリかっこいいんだけど、ちょやばいわ。ちょっとスターダストイルミネート発動しなきゃ、危ない、ちょっと間違えそうだった。ちょスターダストドラゴンのムービーがかっこよすぎて展開入ると間違えそうだった。でで、ここで赤き竜、スターダストいるときにちょっとイルミネート打たないと、なんか特殊ができないので、ここも確かさ、召喚ムービーなんだね。新しく追加されてるはず。きたー、かっこいい。これ今回のテーマは、演出をバカほど見せるっていう、そういうテーマでデッキ使わしまってるんで、で、シンクロワールド発動します。さあ、スピードスペルシンクロワールド発動。で、ジェットウォーリアーを爆弾させて、で、ウォーリアーシンクロモンスターのシンクロ素材となった、スターダストトレイルの効果によってトークンが生まれる。
トレイルの効果キュイーン、そして自分の墓地の、ジェットシンクロンの効果を発動、手札を1枚墓地に送ることによりこのカードを墓地から特殊召喚、集いし願いが新たな速度のチェイヤイザラン控えさすべしとなれ、シンクロ召喚希望の力シンクロチューナーフォーミュラーシンクロン、そしてカードを1枚ドローし、レベル5のジャンクスピーダーとジェットシンクロンにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング、集いし絆のきらめきが新たな未来を描き出す、光さすべしとなれ、リミットオーバーアクセルシンクロン、キマの光コズミッククエスタードラゴン、さらに赤き竜のモンスター効果発動、トップクリアマインド、集いし星が絆を紡ぎ、いろいろと共に未来へかける、光さすべしとなれ、インチキ新規の召喚到来せよコズミックブレイザードラゴン、イニシエの天空を彩る星々よ、シールとなれて世界を払え、新規の召喚成功侵入サーダストシグル、マジかっけえかも連続シンクロ召喚この連続シンクロ召喚マジかっこくない、で先玉の効果を発動、先玉によってこのカードを自身を召喚し、そして自分の墓地に存在するスターダストシンクロの効果を発動、先玉をリリースしこのカードを墓地から特殊召喚、さらにスターダストトレイルの効果と先玉の効果が発動、先玉を手札に回収しスターダストトレイルの効果により自身を墓地から特殊召喚、さあ行くぜ、こっからまだまだ展開していくぜ俺は、そしてレベル4のスターダストトレイルにレベル4のスターダストシンクロンをチューニング、集いし、願いがどうのこうのシンクロ召喚、これは正気進行じゃないでしょ、あ、勘弁してください、アクセルシンクロスターダストドラゴン効果発動、自分の墓地のレベル2以下のチューナーモンスターフォーミュラーシンクロンを特殊召喚、さらにレベル8のアクセルシンクロスターダストドラゴンにフォーミュラーシンクロもチューニング、シンクロ召喚、ザ・ビーステッド・ディスパテル、誰ビーステッド・ディスパテルのモンスター効果、除外されている光オア闇属性モンスターを特殊召喚、さらに自分のフィールド魔法シンクロワールドの効果、自分の墓地からこのカードのカウンターを7個取り除き、自分の墓地からチューナーモンスターを特殊召喚することができる、キュイーンキュイーン、現れを再びフォーミュラーシンクロン、さらに自分の墓地に存在するホイールシンクロンの効果、俺自身の効果を発動、俺自身の効果により自分のフィールド上のシンクロモンスターのレベルを、4つまで下げることができる、これによりコズミッククエスタードラゴンのレベルを2個変更するぜ、そしてレベル10のコズミッククエスタードラゴンにフォーミュラーシンクロンをチューニング、うおー再び現れろ赤気流召喚ムービーどうぞ、かっこいいかっこいい、まあインチキなんだけど、まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しておきやるか、シンクロワールドの効果ちょっとあと1余ったらやるいけたんだけどな、なんかモンスターもう1体特殊召喚からできたんだけど、まあいいや、さあかかってきやがれ、この盤面強っ、赤気流の効果を発動、集いし星が一つになるとき、新たな絆が未来を照らす、光さす道となれ、リミットオーバーアクセルシンクロー、進化の光シューティングクエスタードラゴン、さらにスタンバイフェイツ、フルールドバロネスのモンスター効果を発動、このカードの効果により自身をデッキに戻すことにより自分のスタンバイフェイツに墓地からモンスターを特殊召喚できる、集いし願いが新たに輝く星となる、光さすべしとなれ、新規の召喚起床せよスターダストドラゴン、うおーかっけー、この盤面かけ真ん中のやつ誰お前誰だよ、ちょっと真ん中のやつマジ誰、真ん中のやつだけマジ誰なんだけど、ちょっとすいませんね、抹殺、あ、まあいいでしょう、まあいいでしょう、真ん中のやつガチで誰だよ、まあ言うてね、これ何妨害あんだこれ、わかんねえけども、1、2、3、4、まあ言うて4妨害だから、まあ妨害数はあんまり多くねえな、冷静に見たけど、結局なんだかんだ妨害数は多くないものの、まあ言うてね、破壊耐性が付与できておりますし、スターダストシフルの効果によってフィールド上のモンスターの俺自分のフィールドカードか
になんか1回ずつ破壊耐性があって、でモンスター効果発動したときにその効果無効にしてヒードのカードを1枚破壊するって効果で、コズミックプレイザードラゴンが何でもカードの効果をまあ自分除外して無効にするって効果で、ディスパテルが一応相手除外されてるカードあるので、あ、じゃあブレイザーの効果で召喚無効もあります、こちらに。はい、で召喚無効バリバリバリ罰金して、でディスパテルでモンスター効果を無効にすることもできます。はい、さあもう召喚機は使ってしまったので、もう結構限られておりますよ、展開できるのは。でディスパテルの効果発動、ですね、まあ、これ無効にしちゃっても破壊しちゃってもなんかどっちでもあんまり関係ない気がしますけど、まあ一応無効にしますか。はい、さあ無効にしまして、さあ前には出てこれませんでしたと。破壊した方がよかったもん、俺破壊した方がなんか墓地に行ってよかったかもしれない。また使われるわ、まだ、まあ、使われることねえかも、このターン次のので勝ちだこれ。はい、シグマ効果、まあいいでしょう、シグマ出てくるのくらいは別に許して差し上げましょう、別にどうぞご自由に。さあ手数出んのかな、ここからのパラエクみたいな動きある、これもしかして、もしやの。さあリンクデコーダー、なるほど、リンクデコーダー手数を強ない相手強いんだが普通に、まあ、でもパラエクとサーキュラだから、これサーダストシールドの効果を使って、でサラトシールの効果によってリンクデコーダーを破壊して差し上げれば、もうリンク先もねえし、モンスター効果もこうなってしまう、何も起きないと。相手手札は結構強かったね、バゲーン。ただこの集いしソリティアの前では完全に無力、俺の名前は誘導優勢、動きまくって相手を地獄に叩き落とす男よ。うわー、先行欲しかった、さ、先行欲しい人生でしたね、これかなり。これ先行だったらめっちゃくちゃ強かった説あるぞ、これマジで世界を終わらせられるハンドしてる。スピードロイドタケトンボーグやばい、レベル3のモンスターが2体来ると。ユーマ、ユーマって誰、うわゼンマイティ。はい、世界終わりました世界終わりました、やばいです。レベル4のモンスターが4体来ると。ユーマ改ざん機ダランベルシアン、何さっつんのよ俺。さあ一体全体彼は何をサーチさせして、してくれるんでしょうか。紙縛りですか、何、いやバカなげえマジ、一生終わらんや、何こいつマジでうざすぎる。紙縛りですか、はい、紙属性モンスターオシリスの何、オシリスの天空竜だと、オシリスの天空竜だと。レベル7のモンスター2体来るぞ、ユーマ。レッドアイズフレアメタルドラゴン、マジでわからん、何してんのこいつ。ギータス、はい、ギータス効果、ギアブレードをぶち込んで、さらに召喚権が1回増えていく、あまりにも強すぎる。おい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 、ちょっと宇宙巻き起こってんじゃねえかこのデッキ。ブラックガーデン、なるほど、はあソリティアだっけ、天正のコーディネアル来た。さあ来るか、3体のモンスターをリリース、何、オシリスの天空竜爆弾、天正のコーディネアルの効果を起動、はい、ローズトークンとコントロールを入れ替えていく、なるほど、なんかオシリスくれたぞ、どういうことや、なんかよくわからねえけどオシリスがもらえたぜ、やったぜ、これで将来弾を打ち放題。待ってよ、ちょっとフレアメタル入れるのなんかちょっと不穏な空気感じな、これ一体何が起きるんだ。スペースインシュレイダー誰マジお前誰だよ、知らんやつ来た、知らんやつ来たーとか、謎の L の、リンクモンスター、爆弾しました、どういうことなんでしょうか。さあこれでなんかあれですかね、こうトークをなんか利用してなんかうんぬんかんぬんするんでしょうか。一体全体ここからは何をしたいんでしょうか。ガーデンローズメイデン超雷弾いった、そうか、超雷弾を放つたびに、これ待ってやばい、もしかしてこれ、ま、ちょっと待って、超雷弾を放つたびになんかさあれってこと、500バーンが入るってこと、超雷弾ってこと、デストロイサムライ、大手が表示のこのカードが相手の効果でフィードが離れた場合、自分の墓地の機械族モンスターが対象として発動、そのモンスターを特殊召喚する、なに、超雷弾、え、これもしかして対しない、あ
あれこれもしかしてターチない、あこれインシュレーターさんのリンク先のモンスターが打点が800ダウンするから1800くらいになって将来弾で死ぬから一生デストロイサムライが蘇ってきて、で将来弾って言った効果に反応して一生クレアメタルが、500万かましてくる。何これはまさに無限ループおいちょクソ長々とソリティア見せつけられたけど、これなんだこの回りくどい劇的意味不明ワンキルはどういうこと、どういうことこれ、やばいってデストロイサムライさん、それはデストロイサムライさん止まって、おいこれデストロイサムライ過労死するって、おいデストロイサムライ労働基準法違反だよこれ。